ゼラチンなしで簡単チョコミントオレオチーズケーキを作っていきます。まず砕いたオレオと溶かしたバターを混ぜ合わせそこに敷いていきます。そしたら常温に戻したクリームチーズと砂糖を混ぜ合わせペパーミントエッセンスを加えて混ぜる。青の色を使ってチョコミント色っぽくする。柔らかめに立てた生クリームと少し大きめに砕いたオレオを一緒に入れて混ぜる。そうするとほら、いい感じの硬さ。あとはセルクルに流し込んで上にオレオを砕いて飾れば完成。 カットする人は、オレオを上に乗っけないで、冷凍庫で一回固めてからカットすると綺麗に切れます。